どうもこんにちは、小林です。拠点を移すと言いまして、今大阪在住になりました。で、現在ですね、梅田の方にいるんですけれども、梅田を拠点に結構いろいろと今後動画で活動していくと思うんですけども、道が全くわからない。特にこのヨドバシを中心としたところら辺の地下とか上とか下とかがもう全然もうちんぷんかんぷんなんで、多分道がもともと弱い僕は多分一生覚えずに大阪で過ごすと思います。それではですね、まず今日一つの目標として何をしに行くかというとですね、動画の撮影場所が全くありません。大阪には僕の人脈というものがですね、ゼロに等しい状態なので、唯一のその仲のいいダーツプロが何人かいまして、あとダーツプロとダーツプロじゃない子がいるんですけど、その人たちに相談しに行こうという動画です。日常系ですね。なので、とりあえず大阪で一番仲のいいジャパンプロということで、その人の店に今から向かいたいと思います。それでは行ってきます。関西で僕が一番仲良くさせていただいている近藤拓也さんです。どうもです。ティガプレイヤーね、ティガ祭りでね、ティガ祭り呼んでくれよって言ったのに呼べないよね、関東と関西なの。声ぐらい声かけたからね。声はでも一回かけてもらうから確かにいいじゃんみたいな。かけ近藤拓也さんです。大阪の小栗旬って言われてるんですよね。黙ってもらうんですか。ダメだ。コロナ禍中に APEX を500時間以上多分一緒にやってたやろうっていう中ですね。やってくれないんで嫌われてるもんや。いや、ネット環境がないねん。そうだ、できないねん、やりたくて。パソコンは持ってきてる。パソコンは持ってきてる。ただまだネットの申し込みとかでとか設備とかいろいろと大変だからできてない。で、僕の友人 B なんですけど、皆さん分かりますか？試合の時は腕が伸びてないのにめっちゃ伸びてる。僕の動画でちょい投げって言って、多分お話ししてたと思うんですけど、津波亮次さんですね。ほら見てください、練習風景。腕伸びる。ちょっと腕伸びてる。ほら。ちょっと気づいたから意識した。ちょっと伸びてる。僕の友人 B ですね。津波亮次さんです。よろしくお願いします。とりあえずどっかで飯食いながら話したいみたいなところではあるんですけど、何も予約してないですけど。白いそれは。いやだって店わかんないじゃないですか。店わかるでしょ。ネットしたんだけど。いやわかんないじゃないですか。わかんないですよ。だから。君は衛生官にどうやって予約するんですか。人任せだよ。じゃあセリフ言って俺。ごめん言ってもなかった。梅田で美味しいところで撮影しても問題なさそうなところを探してください。はい。それをね、2日前に言ってほしかった。19時から撮影って言ってたのに、今19時20分ぐらいなんですけど、まだ決まってないから。何とに悪すぎる。大枠さんだったらね、ああもやらしいわって多分言ってくれる。なるほどね。俺はちょっと引いてる。大脇さんってその場で探してくれるから。マジでしかも今日金曜日ですよ。金曜日梅田のそこもさ、今日金曜日だからさ、ワンチャン空いてない。いや空いてる。何の工事だ。いや雨だもん。雨だから人は外に出ない。梅田なめんなよ。大阪の僕の友人 C です。大井悦子さんです。よろしくお願いします。で DPL 大阪で勤務をしている僕のライバルです。まあ勝ってますけどね、私の方が。いや総合的に言ったら俺が勝ち越してる。違う私の勝ち。嘘マジで？本当に？っていう感じです。僕の大阪の友人 D のサリーさんです。一般人です。一般人です。ほぼ一般人です。大阪のダーツ系 SNS でフォロワー数が多いそれだけです。ただそれだけです。有名な話で言うと梅シャン T シャツが最近梅シャン T シャツを作りの親なんですけど、この間ですね、山形明人さんにですね、そのデザインをパクられたというフラグが湧いておりまして、これから山形明人さんにその件についても追求していこうかなと思っております。山形明人さん、この動画をご視聴いただいておりましたら覚悟しておいてください。すいません、今から5名とかっていけますか？あ、本当ですか？個室みたいなとこ、個室空いてます？あ、じゃあ今から、30分以内ぐらいには伺いますんで。予約取れた。段取り、もう完璧。段取り悪いから。え？いや、段取り完璧よ。いや、もう雨で予約が取れるっていうことも、もう、なんだろう。そういうこと。そう、全部ね、もう思い通り。全部世界は俺の思い通り。だったらいいなっていうね。だったらいいよね。大阪の人は雨になったら外出ないから。出ない。出やん。もう出やん。いやでもどこまで大阪、どこまで関西弁が映りきれるかっていうことにこれから挑戦していく。映る、めっちゃ映る。結構変な大阪弁。そう、変な。一番ムカつく大阪弁。ほんまに。そういうのがイライラするから。ほら段取り良かった。いい店選んだ。友達いないんだから大阪で。今俺友達4人からスタートしてんだよ大阪。え、友達で。友達でしょ？一方通行の話。そうや。大阪で仲いいって言われる人が少なすぎる。本当に。だって本当ここの3人、4人と、あと豊岡。豊岡関西人じゃない。まあ確かに。聖子さんはなんとなく壁を感じてるから、いまだに壁を崩せずに仲いいって言えないから、あと誰だろう、しんこんとか仲いいんじゃん、あ、しんさんはようやく仲良くなってきたからぐらいの感じ、あと大城さんも大丈夫、でもちょっと兵庫じゃない、まあね、大阪じゃない。藤原の哲也さんも大丈夫。藤原の哲也さん。そう、京都、藤哲さんは大丈夫。大阪ってなったら。ね、意外とね、いない。僕が大阪に来たぞ。乾杯。乾杯。いらっしゃい。撮影場所ってどういうこと？だからダーツとかの。だから関東だともう何店舗かと決まってたってこと。そう、目星がついていて。2、3店舗、その撮影ポイントというか、っていうのがあって、なんか動画はいや全然 OK 出ると思うけど、まだ確認してない。前に西川彩ちゃんの動画とかも OK 出してるから、その営業は絶対 OK 出る。うん、まあある程度迷惑かけなければみたいな。そう、一般のお客さんに見てもらって。大体撮影時間ってどれぐらい？ものによるけど。長くて。でも大体3、4時間で収まるようにしてるで、3、4時間の間に3本から5本ぐらい大体だからワンチャン俺が行けるとしたら営業前ちょっと時間早なるけど、今2時オープンやから、2時オープンなの？そう、10時から1時まで。ああ、なるほど。やったらそっちは可能性あるかもしれない。なるほど。撮影場所がないんですよ。撮影場所がないんです。俺らが店やってたらな。あ、そうやね。あ、店やろう。企画で。ね、店やろうよ。出資お願いします。ね、出資お願いします。任しといて。場所を使いたいだけ。淀屋橋の近くにフレームっていうお店があって。フレーム。私のスポンサーさんのお店で、言ったらめちゃくちゃ協力的やから全然。実際だってすごい大変だと思うやっぱ。その撮影場所を見つけるまでがめちゃくちゃ大変だったから、大阪来たらまずそこからだと思ってたから、じゃあちょっと後日ちょっとフレームの店長さんにお会いに行く動画を。ああ、もう全然。フレーム日ごばし。行くで言うと梅田と DPM の方が近い。おお。ということで多分次これ多分フレームに行く動画に映る。よし。皆さんありがとうございました、はい、ありがとうございます。じゃあすき焼きを楽しみましょう。はいどうもです。こんにちは。あ、はじめましてです。はじめまして。もやと申します。シュガーと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。すみません。ご飯食べです。味見してって言われたから、一口食べて、で、自転車乗ってきたから、ちょっと飲み物ちょうだいっつって飲んでた。もうほとんど梅田なんだね。梅田寄りの中間ぐらいですね。梅田から一駅なんで。はい。あ、はじめまして。あ、はじめまして。お願いします。YouTube で動画見させてもらってもらいです。いつも見させてもらってます。ありがとうございます。撮影場所としてですね、こちらのフレームズお借りさせていただきたく、今日来させていただきました。はい。うちでよければぜひ。あ、本当です。大丈夫です。はい、もう全然いつ。営業時間って。はい。17時から。そうですね。基本が17時から夜1時まで。夜1時まで。はい。前準備とかって何時に入るとかあります？基本は3時頃には来てる感じですね。3時にいらっしゃる。はい。前お借りしてたお店とかは12時から4時から準備が入るんで、4時にははけてくれみたいな形のところもあったりとかして、その準備が3時だったら3時にまでに終わらせなきゃいけないってなると、また撮影時間の入りが変わってきたりとかするので。はい。まあ基本うちは会社がすぐ近くにあって、昼ぐらいからそこで作業とかしてるんで、言ってもらったら逆にすぐパッと来れたりはできるんで。あ、そうなんですか。はい。昼会社やられてるんですか？ね、ライブカード作ったり、そういうダーツケースを作ったり。あ、そうなんですか。はい。あ、そうなんですね。それでちょっとスポンサーもさせていただいてて。あ、そうなんですね。私のスポンサーさんです。あ、ダーツケース。そうですね、なんか首掛けとかクリスタルワン入れるやつとか。あ、ははは。はい。あ、じゃあゆくゆくはコラボ商品を。あ、もうプレゼントに使ってください。基本的には12時から5時の間は、5時までだったらお店が開いていない時間であれば大丈夫っていう。そうですね。で、まあうち土日祝が休みなんですよ。あ、そうなんですか。はい。なのでその日であれば別に1日使いたいとか言ってもらったら全然できるんで。土日祝休みなんですか。この辺オフィス街なんで人いなくなっちゃうんですよ。ああ、なるほど。はい。だから多分普通のダーツバーさんと全く逆というか。らしいですね。ダーツバーでそういう営業の仕方。そうですね。なので投げてくる人もほとんどもサラリーマンばっかりなんで。はい。カード差す人1割ぐらい。淀屋橋のダーツバーフレームさんで。今後ですね、撮影の方をさせていただけることになりましたので、こちらのね、お店でいろんな動画を撮っていこうと思いますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。